はい、こんにちは、あきねです。今日は、まあ、ダイエットしてやる方、またそうでない方とかでも、なんか急に甘いもの食べたいなって思う時ありません？なんか急にチョコ食べたくなったりとか、まんじゅう食べたくなったりとか、まあ、冬やから特にかわかんないですけど、あると思うんですよ。まあ、あったら聞いてください。で、まあ、人それぞれ、まあ、ダイエットとかしてやったり、まあ、糖質いろいろカットしてやったり、今の食生活がどんなんか知らんし、その他のストレスとかもあると思うんですよ。食欲出過ぎちゃったりとか、嫌なことがあったりとか、そういう時は変に我慢せず食べちゃってくださいっていうのはあれなんですけど、もしそういうのでストレス発散とかなれたら、毎回は罪悪感なんやと思うんですけど、たまには自分にご褒美って感じで、なんか好きなもの食べたりとかしてやってください。お前誰って感じなんですけど、我慢はなかなか続かないんでね。で、まあ食べ過ぎないようにっていうか、甘いもの食べたいってなった時の、まあ、対処法は自分なりにあるんで、まあ、紹介していきたいと思います。なんか前にもこういう動画あげたな、なんか食欲が出過ぎた時とか、まあ、それは別の動画で見てほしいんですけど、前の動画で。今回は甘いものに限定して話していこうと思います。まあ、脳の成分は、脂質で、人間はなんでどうやって動いてるかっていうと、まあ、糖分やと思うんですよね。糖分で動いてるから、もちろん減ダイエットの成功するのも、まあ、ケトジェニックとかそういうのは別にして、糖が燃料で脂肪っていうのは燃焼されてるんで、知らんけどね。なんで欲しいって思う時は、まあ、足りてないっていう時かストレスとかあると思うんですけど、まあ、人間として必然かなと思って、だからそこまで、あ、なんで私こうなんやろうって思う必要はないと思います、全然。で、まあ、自分の場合はフルーツ、まず1つ目フルーツ食べたり、前にも言ったんですけど、フルーツ、リンゴとか食べたり、バナナとか食べたり、まあ、最近とかで言ったらキウイ、スーパーで安く売ってたんでキウイ食べたりしてますね。で、まあ、これも前言ってたんですけど、まあ、昔の人ってそんな暇の人とか少なかったと思うんですよ。理由として食べ物なかったのもあるんですけど、今みたいにチョコとか、まあ、食全体的な食がそこまで裕福じゃなかった、いろんなもんがない、今はあるじゃないですか。チョコレートもすぐ買えるし、甘いもんならもういくらでもスーパーに行ったら買えるし、大してエネルギー消費してないのに、そういうのがもう根本的に俺間違ってるかなと思うんですよ。間違ってるっていうか、まあ普通に考えて異常やかなと思って。で、ああいうチョコとか もろ砂糖じゃないですか。まあ和菓子もそうなんですけど、まんじゅうとかあんことか砂糖の塊じゃないですか。でああいうもんはもう血糖値がもう急激に上がるん でその分急に下がるんですよね。上がるってことは、でそういう時にまた上げようとするんですよ、体って。わがままなことに、でまたチョコがいっぱい食べたくなったり、まあ、それで結構精神がぐらつく場合が多いと自分は思ってて、個人差によるけどね、人によるけど、そう、精神もぐらつくし、血糖値がそんだけ上がったり下がったりしてると結構お腹がすぐ空いたり、まあ、イライラしたりすること多いと思うんですよ。なんで、まあ、たまにならいいと思うんですけど、そうそう、毎回それはちょっと苦しいかなと思って、だからそういうので、満足させるよりは胃袋とか脳を、自然のもの、まあ、フルーツですよね、ほんまに野菜とかフルーツ、あと穀物とか、そういうのは昔の人からずっと受け継がれてきたことやと思うんで、そういう考えで俺は生きてます。だからリンゴとか食べますし、最初に食べたいな、甘いもの食べたいなって思う一歩手前もうなった時には、ちょっとなんて言うんでしょう、脳がちょっと、危ないっていうか、危ない信号、助けて信号を出してると思うんで、なんか知らん。だからそうなる前にリンゴとかな、自然のもんで満たしてから、なんかしょっぱいもの食べたりしてます。あとは、まあ、リンゴとかフルーツ食べるのも結構飽きてくると思うんですよ。でそういう時に、なんかアイス食べたいとかあるじゃないですか。チョコじゃなくてもね、アイス、冷たいなんかクリーム系の雪見大福とかで、これもさっきの話と同じで、人間の脳って、てか人間の体って、自然のもんで満足できると思ってるんですよ。俺はチョコとかそういう糖分、砂糖とか入れずにね、自然のなってる作物とか果物とかで、脳は、体は、人間は満足できると思ってるんですよ。まあそういうのは、まあ俺だって食べますよ。俺も食べるんですけど、でもほんま月に1、2回ぐらい。あとは自然のものとかで満たしてますね。全然それで大丈夫やし、なんかチーズケーキめっちゃ食べたいとか思うこともなくなりましたね。前とかはそれで結構、まあ、自分はすごい苦しんでたんで、甘いものすぐ食べたくなったりとか、ああいうのってもう脳が、なんて言うんでしょう。ああいうの食べたら、なんかこう、麻薬、
まあ一種の麻薬やと思ってて、ああいうもんはすごいチョコレートとかもうケーキとかなんか出るじゃないですか、火花みたいな。何言ってんだもん。なんか出るんですよ。いい、なんか良くないか、そのピカって光が、あー来た来た来た、いい砂糖来たって、わー何この甘さ、やばい、脳が嬉しい、分からんけど。まあそんな感じ。そう、いやから、それは普通に考えて異常やと思うんで、そう異常やと思うんで、俺はフルーツとか、あれ何の話だったっけ、あアイスか、アイス食べたいと思う時に、だから自然のもので、例えばバナナを凍らしたりとか、あとは何でしょうね、例えばバナナ温めたりとか、まあ冷凍バナナとか同じやな、あとはイチゴ凍らしてみたりとか、最近俺やってたんですが、つい最近まで出てたんですけど、イチゴスーパーで安くて売ってたんで、特売のやつを全部凍らして食べてたり、今冬やから結構寒くなっちゃうんであれなんですけど、まあ、そういう時は温めたりとかしてやってますね。でそういうのって結構それでも満足できるし、意外とそう、意外と離れるチョコとか、そういう砂糖の塊、あと人工甘味料の塊、そういうのを離れて、そうやって人工自然物で体を固めていく、体をなんか慣らしていくと人間って必ずなれるんで、でそれで生活できるってことは、もう元から必要なかったってことなんで、チョコレートとかはたまに行くなら全然ありですよ、たまに行くならありやけど、ずっとこうやって上下したりとか血糖値ねとか、まあそういう生活続けてると、まあ病気であったりとかしていくかなって。これで1年後俺が病気になってたらやばいけどね。あとは精神面の安定、俺とかはまあ元から人には期待してないから怒ることなんて絶対ないんですけど、たまにあるかな、たまにあるけど、だから俺みたいななんか温厚すぎてイライラするみたいな、温厚というかマイペースすぎてイライラするってよく言われるんですけど、まあそれから来てるかなと思います。食から来てると思うんで、やっぱ人間食べるのが生きることの直結してると思うんで、この2つぐらいしかないですね、自分の中で。まあ食べ物もあとの、野菜とか普通の、主食とかそういうのも全部自然物、作物とかそういうので全部賄える、じゃあ補えると思ってます。俺は今ダイエットしてやる方とか、夏に向けて絞ろうとか、大好きな彼氏とか彼女のために痩せようと思ってる方、応援してます。俺はお前誰って感じなんですけど、応援してます。でもたまには自分にご褒美あげたってください。頑張ってる自分にね、結構カロリーとか節制して糖質とか葛藤したりとかして苦しい思いしてる方も中にはいると思うんですよ。何よりも自分を大切にしてあげてください。噛むな。でもそうやって節制することとかによって、友達と食べに行くとか、あとはみんなで食べるとき、あとはまあいろいろそうやって時々物をもらったりするときにすごいありがたみ、幸せを感じられると思うんで、節制することはすごいいいことかなって、ね、考えてます。だじゃないわ。じゃあ今日の動画はこれで終わります。最後まで見てくれてありがとうございます。まあ今寒いし、特にこういう状況やし、まあ、体壊さずに無理せず頑張りましょう。おなんやねんこれ。じゃあありがとう。